あ、ダメだ。最後のちょっとフィニッシュをどういうふうに取ってくるかっていうのをちょっと意識されるといいと思います。フィニッシュは今まで一度も考えたことがないです。そしたら最後バランスよくつま先立ちで立ってもらう。あ、そうですね、はい、それで3秒ぐらい静止できるようなバランスの良さで。かっこいいな。かっこいいな。かっこいい。めっちゃいいとこです。フィニッシュ。来るか。これナイス。かっこいい。はい。セイン。じゃあフィニッシュだ。またそうですね。よかったら、ね、あ、そうですそうです。いった。あ、やばい。バカ勝負や。上がれ。瞬間に入りそうだったね。おー、ナイス。オッケー。一旦右への体重移動はちょっと一旦置いといてもらって、フィニッシュだけ考えていきましょう。はい、あ、惜しいですね。やけどちょっと右行くね。もっと一緒に左向いていってもいいかなって気がします。クラブが体の周りをこう丸く動くように、うん、もうちょっと直線的に前に出てる感じがね。もう一つ右肩と前に出てきてます。あ、そうですね。多いね。球が。
じゃん。ナイスショー。これ今日一番飛んだんじゃないですか。よいしょ、いいね、気持ちよく振ってるね。乗ったぞ。あれ転がった。行っちゃった。結構奥行った。おいしょ、おいしょ、かっこいい。チップイン狙っていいですか。はい、お願いします。狙い方わかんないですけど。最終ホールにやってきました。別れの日は早いもので、僕はもう皆さんと別れるのが寂しくてしょうがなくて今涙をこらえているところです。みんなも仲間間に受けてくれた、ありがとうございます。
さん、ナイスです。コースの方が、うん、はい、今日お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。まあ、僕はあのインスタグラムで見てて、この子たちはいい感じだと思ってきて、まさかゴルフできると思っては思ってなかったので、すごく嬉しかったです。あの思ってた通りの感じで伸び伸びやってくれてて、あのいい気分で回らせてもらいました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日どうでした？回れて楽しかった。ありがとうございます、はい。また来たら一緒に回ってくれますか？はい。はい、じゃあお願いします。はるちゃんお願いします。今日は楽しかったので、はい、次もまたみんなで回りたいです。ありがとうございます。明日試合ですけど大丈夫ですか？はい。はい、じゃあまるちゃんお願いします。楽しかった。あ、そう。今度来るときは、じゃあフェアウェイウッドの打ち方を教えてください。ひめちゃんお願いします。今日一緒にみんなと回れてとても楽しかったし、はい、もしミスした時もいろいろフォローしてくれたので、もし次回れる時があったらまた回りたいです。はい、ありがとうございます。さすが挨拶キャプテン。先生ありがとうございました。ありがとうございました。先生、あのこういう風に子供たちが伸び伸び回るのために、なんかそう気をつけてることとかってあるんですか？まあ失敗しても怒らないようにしていること。 あとはこう質問した時に子どもたちが答えるまでせかさない、うん、あの急がせないみたいな、まあ、気な待ってあげるみたいなことは気をつけているんです。はい、先生良かったね。この先生頑張ることで良かったよね。もっと厳しい先生いっぱいあるんだぞ。僕も会ったことないけどね。じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん今日はご視聴いただきありがとうございました。今日見て面白かったなっていうコメントをぜひこちらのコメント欄の方にしてください。あとですね、
チャンネル登録もお待ちしてますので、ここにチャンネル登録のボタンがありますのでこちらに、ありますので押してみてください。で次の動画はこの辺にありますのでこちらをクリックしてください。じゃあありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ言っちゃったな、バイ言っちゃったな。はい、ありがとうございます。